ったやつがいるって。古代の錬金術は不思議だな。今日のおーい、今はウィンドブルーム祭ですから、あなたたちに手伝ってもらうことは何もありませんよ。こんにちは。申し訳ございます。どうするんだよ。ダメダメ。フローラ、何か。それウィンドブルーム祭。ウィンドブルーム祭は愛と自由を象徴するモンド城の伝統的な祝祭だよ。ウィンドブルーム祭セレモニー中はモンド城全体が盛り上がるの。毎年この時期になると人々は風神バルバトス様に風の花を献上して愛と敬意を捧げる。それ以外にも好きな人や大切な人に花を贈る伝統もあるの。ウィンドブルーム祭になると店がとても忙しくて、まあフローラにとっては幸せな悩みだけど、風の花はウィンドブルーム祭の象徴、自由と風の精神を代表する花だよ。じゃあ風の花ってどんな花なんだ？話すと長くなるけど、フローラのおばあちゃんから聞いた話だと、おばあちゃんが生まれるよりもずっと前に風の花は生まれたんだって。多分何百年も前のことだね。人々はタンポポを風の花として贈るな。理由はわからないけど。ってことはモンドの人たちが言う風の花はタンポポだったのか。多分ね。確証はないけど、フローラの家ではずっとそう言われてたよ。それは違う。話が聞こえてきて、つい風の花について話してたんだよな。果物屋のクイーンか。お前もこの話に混ざりたいのか。いや、俺はただ風の花がタンポポじゃなくてフーシャースターだということを言いたかっただけだ。ほらクイーン、こんにちは。フローラ、最近君の店にフーシャースターを買いに来る人が少なくないだろ。そうだね。ほら見ろ、全部俺たちフーシャースター派のおかげさ。フーシャースターはモンドの象徴であり、フーシャの化身として風と俺を信じれば間違いない。モンドに伝わる正当な風の花はフーシャースターだ。あら、そうだったの？こんにちは、ベア。風の花って、確かセシリアの花じゃなかった？そうなのか。風の花がセシリアの花だなんて、初めて聞いたけど。そんなわけない。確かに、風の花の定義は物議を醸している。しかし、モンドでは一般的に風の花はタンポポかフーシャースターのいずれかであると信じられているんだ。この2種類の花には独自の歴史がある。みんなに聞けばわかることだ。俺からすればセシリアの花なんて話聞いたこともない。なんですって？本当のことを言っただけじゃないか。そんなに俺を睨むなよ。
あなたね。ふん、もういいわ。え？ベア？ベア！おかしいな。なんで怒ってるんだ？俺、何か間違ったこと言ったか？みんなの風の花に対する認識はこれで合ってるはずなのに。喧嘩しないで。店を閉めた後に謝りに行こうかな。なんで怒ってるのかわからないけど、謝りに行かなきゃダメだよな。ま、見てあの二人、この祝祭の雰囲気とぴったりだね。ウィンドブルーム祭は自由、風神、恋人たちの祝祭だから。なるほど、そうだったのか。でも風の花が何なのかすら統一してないんだな。それもそうね。でもそれでこそモンド人じゃない。美食美酒、それと美しい花々。旅人、あなたが今回の祝祭を楽しんでくれることを祈ってるわ。楽しそうな祝祭だな。風の花に関する疑問はまだまだ残ってるけど、いろんなところを回ってこの祭りを見てみようぜ。いやあ、ちょうどいいところに来たね。全員僕の生徒だよ。どう？すごいでしょ。生徒？え？それって頭を抱えてるあいつらのことか？頭を抱えてるだなんてひどいな。意味がわからない。怪しい。君たちもウィンドブルーム祭のことについて聞いたんだね。お祭りの雰囲気に包まれたモンドはどうだい？気に入ったかな？パイモン、君は？うまいもんをくれたら気に入ったって答えてやってもいいぞ。ふーん、じゃあ気に入ってくれたってことでいいよね。ところで今暇そうだね。依頼もないし人助けもしてない。ただ真っ昼間からブラブラとしてるだけ。今身をもってそれらを体験しているってことはウィンドブルーム祭のことについて分かってきた頃かな。なんだよそんな得意げに。ウィンドブルーム祭は風神のみならず愛を求めるモンド人のためのものでもあるんだ。愛情を得るためなら祝祭期間中は何事も自分でやる必要がある。もちろん愛情以外の感情をなそうとする人もいる。だから君たちが依頼を受けられないのも当然のことだよ。それがウィンドブルーム祭の伝統だからね。でも心配しないで、僕がいれば君たちが寂しく感じることはないよ。それにそろそろ君たちにもモンドの文化や風習を知ってもらうのにちょうどいい頃だろう。助手？なんの？悩んでるこの人たちを見て。彼らは愛の詩を書きたいがために僕にアドバイスを求めに来た。だから彼らが抱えている悩みを僕が聞いて置かれている状況と立場に立ってアドバイスする。本当は僕がアドバイスすることになってたんだけど、
暇を持て余してそうだから君に任せるよ。君はいろんな場所を見てきたでしょ。そこで得た知識や経験で彼らに協力してあげようじゃないか。ただ人遣いが荒いだけだろう。銀与野郎、まさか金にでも困ってるのか。ウィンドブルーム祭では限定のお酒が売られるんだ。たくさん買うにはお金を稼がなきゃいけないからね。ねえ、やっぱりただの飲んだくれだ。じゃあ始めようか。もちろん僕も付き添うよ。君の横でヒントを出すから、僕のヒントをもとに彼らにアドバイスをしてあげて。勝手に話を進めるなよ。そう言わないでよ。君はモンドの人々から信頼されてる栄誉騎士なんだ。いいかい、僕がこの動きをしたらそれは積極的に攻めていいという意味だよ。そしてこの動きをしたら現状を維持して焦らない方がいいという意味。最後にこの動きは早く諦めて無駄な感情を使わない方がいいという意味だ。どう？覚えた？じゃこん。そこの銀遊野郎にアドバイスを求めてるのか。オイラたちはあいつの助手だ。え、せっかく心して恥ずかしがるなよ。誰からアドバイスをもらっても思いを伝えるっていう。だから勇気を出して。おい、そうだね。実はその好きな人がいるんだ。マーラって言うんだけど、可愛くて勤勉で時間があればいつも家の農業を手伝ってる。疲れると時々道端のベンチで居眠りをしたりするんだ。モンド城に住んでる子なのか。いや、彼女は清泉町に住んでて距離が離れてるんだ。それにとにかく僕たちの家柄が違いすぎて父さんはずっと反対してる。でも僕はマーラと約束したんだ。会いたい。順調そうじゃないか。うん、だからマーラのことより父さんのことについて相談がしたい。父さんは保守的ですごく厳しいんだ。でもこれは父さんのせいじゃない。だからもしこの機会に風の花を父さんに送ってちゃんと話すことができたら。どう伝えるつもりなんだ。マーラの家は裕福ではないけど、彼女の優しい心と勤勉な態度はどれだけお金を払っても買えないものだってことを伝えたい。でも僕父さんに怒られるのが怖いんだ。そっか。うん、そうだぞ。心に思ってること。なるほど。でもお父さんに話。あ、確かにそうだ。そうだね。アドバイスありがとう。助けが必要な方がいるはずです。よっ、あそこの銀遊野郎に悩みを打ち明けに来たのか。あなたたちは栄誉騎士とそのお友達、ここで会えるなんて思わなかったよ。私が花を贈りたい相手はセピロス騎士団代理団長ジンさ。あなたたちはもうジン様を知ってるよね。彼女は本当に真面目で努力家なの。ああ、わかったわかった。その辺は飛ばしてくれ。ああ、ごめん。ジン様の話になるとつい。明日になったら、市と新鮮なタンポポの花束を用意して、ジン様の執務室に行って。でも花束とし、悩むな。あれ？普通は名前を書くよな。もしジン様が送り主の名前を見たら絶対に私を探してお礼を言いに来ると思うの。でもジン様はいつも忙しいから、わざわざ私なんかのために時間を費やすなんてもったいない。でも名前がなかったら素性不明のものとして警戒される可能性もあるから。Thank you.
そうだぞ、素性不明のプレゼント。本当に？何はともあれアドバイスありがとう。どういたしまして。うん、そこの人、原油え、いいのか。僕はモンドのアイドルバーバラ様が大、彼女は可愛くて優しくて笑顔と歌でモンドの人々を支え、もう気づいているかもしれないが、僕がバーバラファンクラブの会長だ。ん？なんだか誇らしげに言ってるぞ。僕はファンクラブのみんなの思いを背負い、この特別な日にバーバラ様に祝福を送ることを誓った。もちろん僕は常識ある大人だ。アイドルの生活を邪魔することなんて言語道断。そしてファンクラブのメンバーが摘んだ花で巨大な像を作り、サプライだから詩の指導はもう必要ない。僕たちは自分の言葉で詩を書いて。巨大な像って？建物を2階分くらいの高さに。でも誠意はこもってるだろ。バーバラ様が見このアイディア。そんなに大きくて。そうだろう、アドバイスありがとう。僕はこれで。これで間に合いますね。原油やろう。うん、でも君たちと僕、どうやら僕がうまく伝えられなかったみたいだ。次の。よし、じゃあ盛り上がってるな。俺も混ぜてくれないか。やあガイア、君も恋愛相談に来たの。最高の吟遊詩人は感情に対する才。しかしお前は他の業務もやってるだろう。他の人に愛の詩を教えること？そう、お前が広場で生徒を集め。え、ガイアも。確かにな。それでも俺は。どうして？君は口が達者で僕の指導なんて。単刀直入に俺を生徒にしてくれるかどうかだけ聞こう。もちろんいいよ、お金も稼げるし断る理由なんてな。よしよし、じゃあ今から俺はお前生徒として少し要求をしてもいいか？やっぱり何か企んでたんだな。なんだい？言ってみて。俺は生徒だから授業を聞くだけじゃなく、課題をこなして詩の練習をする必要もある。知識を応用し自分が書いた詩を先生に見てもらう。それって吟遊野郎に生徒たちが書いた詩を添削してもらうってことか？そうだ、きちんと課題の詩を添削してくれれば報酬を出そう。それ詰まるところ、簡単にお金を稼がせたくないだけでしょう。そんな、まさか。俺はただ授業を面白くしたいだけだよ。楽しいことをするのっていいことだと思わないか？ガイアは意地悪だな。でも詩の添削か。うん、確かに必要だね。僕もみんながどんな作品を書くのか気になるし。よしガイア、君の意見を採用させてもらうよ。お前はやっぱり融通の利くいい先生だな。でも待って、僕からも要求があるよ。うわぁ、お互いに条件。君の課題は丁寧に添削する、必ず上達することを約束しよう。その代わりウィンドブルーム祭限定のアップルフラワー酒を授業料としてくれないかな。君とディルックの関係なら手に入れられるでしょ。おやおや、そう来るとは。しかし美酒一本で指導を受けられるのなら。一本じゃない、三本だ。飽くなき欲望。いいかな、ねえ、いいでしょ。問題ない。やったー、早く紙とペンを持ってきて。ウェンティ先生の授業が始まるよ。吟遊野郎のポケットから紙が。あれ、名前が書いてあるぞ。アルバート、エリン、マービン、ティマイオス、ベネット、ガイア。は、はい。
ットは元気がいい。君がベネットかい？元気があった。はい先生。冒険者も愛の塩。銀融野郎がっぽりか。親愛なる生徒たち、大聖堂前の花壇に集合しよう。授業の後は各自一作ずつ詩を提出してね。僕が。それと授業料の支払いは授業が終わってからでもいいけど、あとモラじゃなくてビシュで払ってくれてもいいよ。先生、俺への特別指導は？もちろん忘れてないよ。だからガイアは旅人、課題集めを手伝ってほしい。おい、そんなことまで助手がするのか？これはモンド独自の伝統文化で、君がウィンドブルーム祭に馴染むチャンスでもあるんだよ。それに僕の報酬は君にも分けてあげるからさ。本当か？じゃあガイアが課題を終わらせた頃を見計らって騎士団に行こう。それまで僕は生徒たちに授業をしてるから。旅人、君はモンド城の商人たちが祝祭に合わせたイベントをやって